春アニメグレープニルが2020年4月5日より東京 MX 他にて放送開始されることが発表された。また合わせて最新 PV 先行カットも公開された。春アニメグレープニルが2020年4月5日より東京 MX 他にて放送開始されることが発表された。また合わせて最新 PV 先行カットも公開された。グレープニルは武田すずさんがヤングマガジンサード講談社で連載している同名漫画を原作とした TV アニメ。原作コミックスは現在7巻まで刊行されており、シリーズ累計30万部を突破している。主人公の男子高校生加賀谷修一 CV 花江夏樹は着ぐるみに変身するという能力を持つが、それを秘密にしながらも平穏な生活を送っていた。しかし謎の少女紅愛 CV 東山奈緒と出会い、思わぬ争いに巻き込まれていくという命がけのラブコメ作品だ。本作の監督はほおずきの冷徹などを手掛けた米田勝弘さんが担当。シリーズ構成を猪爪真一さんが、キャラクターデザインを岸田貴博さんが務め、アニメーション制作はパインジャムが担当する。最新 PV も公開された。 PV では加賀谷修一役を務める花江夏樹さん、紅愛役を務める東山奈緒さんの声を聞くことができる。命がけのラブコメと題されるだけあって、映像には殺伐とした雰囲気が漂っているが、美しい映像と迫力ある戦闘シーンが物語の今後を予感させる。先行カット公開。さらに先行カットも到着した。主人公加賀谷修一の姿はもちろん、彼が変身する着ぐるみのビジュアルも見ることができる。TV アニメ概要グレープニル。放送情報、2020年4月5日より東京 MX 他にて放送開始。東京 MX 4月5日より毎週日曜23時30分。BS11 対4月5日より毎週日曜23時30分。サンテレビ4月5日より毎週日曜23時30分。KBS 京都4月5日より毎週日曜23時30分。@X 4月7日より毎週火曜21時30分。リピート放送毎週木曜。スタッフ、原作武田すん、監督米田勝弘、シリーズ構成猪爪真一、キャラクターデザイン岸田貴博、創作画監督今岡忠の牧高雄、美術監督美術設計岡本由香、色彩設計坂上浩二、撮影監督浅木康弘、サンディ CGI 枝圭一、編集坂本久美子、音響監督長崎郁夫、音楽佐高良平、オープニングテーマ HL ヒカルオルタナーテ。青木紅愛、クレアという謎の少女と出会い、巨大な災厄を引き起こすコインをめぐる化け物同士の争奪戦に巻き込まれていく。原作コミックスは現在7巻まで刊行されており、シリーズ累計30万部を突破している。主人公の男子高校生加賀谷修一CV 花江夏樹は着ぐるみに変身するという能力を持つが、それを秘密にしながらも平穏な生活を送っていた。
しかし、謎の少女紅愛 CV 東山直と出会い、思わぬ争いに巻き込まれていくという命がけのラブコメ作品だ。本作の監督は、ほおずきの冷徹などを手掛けた米田勝弘さんが担当。シリーズ構成を猪爪真一さんが、キャラクターデザインを岸田貴博さんが務め、アニメーション制作はパインジャムが担当する。最新 PV も公開された。PV では、加賀谷修一役を務める花江夏樹さん、紅愛役を務める東山奈緒さんの声を聞くことができる。命がけのラブコメと題されるだけあって、映像には殺伐とした雰囲気が漂っているが、美しい映像と迫力ある戦闘シーンが物語の今後を予感させる。先行カット公開。さらに先行カットも到着した。主人公加賀谷修一の姿はもちろん、彼が変身する着ぐるみのビジュアルも見ることができる。TV アニメ概要。グレープニル。放送情報。2020年4月5日より東京 MX 他にて放送開始。東京 MX、4月5日より毎週日曜23時30分。BS11 対4月5日より毎週日曜23時30分。原作、武田さんテレビ。監督、米田勝弘。シリーズ構成、猪爪真一。キャラクターデザイン、岸田貴弘。創作画監督、今岡忠の。牧高尾。美術監督。美術設定、岡本由香。色彩設計、坂上浩二。撮影監督、浅木康弘。サンディ CGI、江田圭一。編集、坂本久美子。音響監督、長崎郁夫。音楽、佐高良平。オープニングテーマ、HL ヒカル、オルタナーテ。青木紅愛、クレアという謎の少女と出会い、巨大な災厄を引き起こす、コインをめぐる化け物同士の争奪戦に巻き込まれていく。周一とクレアは、一丸となって自らの運命を切り開く。C、武田駿、講談社グレープにいる制作委員会。